着きました。ここに我々の船があります。案内ありがとうございます。あ、来た来た、モブ。言われた通り先に来て準備しといたよ。褒めて。って、なんで神竜がいるの？マロン。なんのよ、僕たちもう指輪持ってないよ。ゆえあって共にリトスまで行くことになった。はあ、神竜殿、俺とマロンは今指輪を奪われた失態でセピアに見限られた状態です。たばかって戦場で吸収しようなどという腹はありません。あなた方を無事にリトスまで送り届けます。どうか共に来てくださいますか。ここまで来たら私はあなたを信じます。よろしくお願いします。はあ、意味がわからない。敵だよ、なんで仲良く一緒にリトスに。俺が頼んだ。神竜殿にはベイル様に会っていただく。こちらに誠意はありません。仕掛けてこなければ手出しはしませんよ。それって僕が手を出したら殺すってことだよね。勝手に話進めないで説明して。時間がない、詳しいことは戦場で話す。了承しないならば置いていくぞ。ちょ、待て待て、モーブ。分かったよ、分かりました。リトスの地に着くまでは一時休戦。セピアたちのとこに戻るためにはこれしかないもんね。話はまとまったな。神竜殿、参りましょう。はい。君がソンブル様の巫女だった？はい。じゃあペイル様が探してた兄弟って君のことだったんだ。だからリトスの地に連れて行くことにしたのか。このことグリたちは知ってんの？グリは私にそれを告げた張本人ですよ。確かめるためにイルシオン城で戦を仕掛け、わざと指輪を奪わせたそうだ。はあ、何それ。そんな作戦僕は聞いてないんですけど。ソンブルとベイルはなぜリトスの地に？邪竜の地グラドロンを復活させるため、そのように聞いています。グラドロンを。バンドレ、知っているんですか？はい、グラドロンは千年前海中へと封印された地、ソンブルが統めていた王国だと聞き及んでおります。リトスの地が聖なる木で満ちているのに対し、グラドロンの地は邪悪な木で満ちていたとか。グラドロン浮上のためにはリトスの地にある神竜門を破壊しないといけません。神竜門はグラドロンを抑え込んでいる封印の紋章。ソンブル様にとっては目障りな存在だったのでしょう。ソンブルの望みはグラドロンの地を復活させることだったのですね。望みという括りで言えばそうです。しかし最終的な望みは異界への侵攻。異界？このエレオス大陸だけではなく、異界全てを手中に収め支配することがあの方の望みです。待ってください。異界の支配だなんて、そんなことができるんですか？俺にも分かりません。ソンブル様はこのことについて詳しくは話をしてくださらなかったので。ですがその望みのためにベイル様はずっと駒として使われてきたのです。聞かせてください、ベイルのことを。ベイルはなぜあんな風に扱われているんです？欠陥品と呼ばれているのも聞きました。ベイル様には竜の王族であれば当然にあるはずの紋章師を権限する力がないのです。もっとも分かったのはごく最近、ソンブル様が目覚めベイル様と再会されてからです。末子であったベイル様は千年前の戦争中はまだ幼く、戦に出ることも紋章師と関わることもなかったので。千年前、私は一度だけ
ベイルと会ったようですね。以前ベイルから聞きました。かつては多くの兄弟がいたそうです。しかし皆戦いの中で散りました。あなた一人を除いて。その後ソンブル様は封印され、母君も亡くなり、ベイル様はたった一人で生きてこられたと聞きます。しかしどこに行っても邪竜の子がいると噂され、友もできず、守ってくれる者もおらず、隠れて暮らしながら見つかれば殺されるという恐怖と戦っておられたそうです。そうやって千年間ずっと。ずっと起きておられたわけではありません。数百年前、邪竜を崇拝する民たちに保護されてからは、ソンブル様の封印が解ける少し前まで隠された神殿内で眠っておられました。その時の民たちとは仲良くできたようですが、当然ながら目覚めた時にはもう。民たちは寿命を迎えていたでしょうね。ベイル様はソンブル様と再会される時、とても喜んでおられました。しかしソンブル様はその心も能力も邪竜らしくないベイル様を欠陥品と忌み嫌われた。セピアを使い、ベイル様の心だけでも従順に、自分に都合のいいように作り変えようとされたのです。ベイル様はお生まれになってから千年余り、いえ今もずっと孤独なままなのですよ。そうですか。どうしたマロン、船酔いか？違うよ、何だ。まさかベイル様がそんなにかわいそうだったなんて。もっと優しくするべきだったかな。僕も大概だと思ってたけど。それより悲惨。そういえばマロンの昔話を聞いたことはなかったな。僕のは本当よくある話。母さんに捨てられただけ。男兄弟がいっぱいいたから、女の僕はいらなかったんだ。あんな役立たずのゴミどもなんかより僕の方がずっと優秀だったのに。お手伝いだって一番してたのに、母さんは一度も褒めてくれなかった。初めて連れて行ってくれたお散歩も僕を捨てる場所を探すためのものだったし、手をつないでいろんな場所を歩いて、最後に母さんは僕を教会の前に置いていっちゃった。なんてこと。いいけどね、教会の神父様は優しかったし、ソンブル様の復活のために尽くしたらみんな褒めてくれた。おかげでセピアに見初められて地区に大抜擢。一人じゃなかっただけ、ベイル様よりは全然マシ。地区は竜族のセピアを除いて、もともとは敬虔な邪竜信徒なのです。モーブもですか？俺はベイル様の眠る隠された神殿の信徒でした。ベイル様がお目覚めになった後、話し相手としておそばにお仕えしていたところ、恐れ多いことに友達になってほしいと言われまして。しかしそれだけはと遠慮したところ、友達がダメなら騎士となってほしいと。それを了承したのですね。断る道理はございませんので。モーブは宿の特別枠だったんだね。王族の指名があったとかすごいじゃん。見直したよ。騎士か、かっこよくて憧れるよね。お前が望むのならベイル様は騎士として受け入れてくださると思うぞ。やだよモーブと一緒なんて。君は褒めてくれないから嫌い。そうか。それに僕の居場所はもう決まってるから。やっぱりセピアのところに早く帰りたい。てかモーブはソンブル様の居場所をバラした上に神竜を連れていくって。多分地区追放だよ。覚悟の上だ。言うと思った。でも僕は追放される気ないから。船から降りたら君とも敵同士になるね。嫌いな奴と敵同士なら
むしろ本望だろう。そうだね。じゃあ話は終わり。僕はこれで。モーブ、いろいろ話してくださってありがとうございます。リトスの地についてベイルに会ったら、あなたもあなたの思うように行動してください。たとえまた剣を交えることになっても。はい。リトスの地がこんなに荒れ果てているだなんて。おそらくグラドロン復活の予兆、神竜門が破壊されつつあるのかもしれません。早くソンブルを止めないと。神竜門はどこに？かつてルミエル様のいた王城でございます。こんな形で帰ることになるとは思いませんでしたね。ここですか、ソンブル。来たわね、神竜。いいえ、偽物の神竜様と言った方がいいかしら。ずいぶん早かったのね。どうやってここが分かったの？あの子たちもまだ追いついていないというのに。俺たちならばここだ。お前らなんでそいつと一緒にいるんだよ。まさかあなたたちが連れてきたの？二人とも寝返るだなんて。違う、違うの。何が違えんだ。聞いてくれ、これは俺がしたことだ。神竜殿にベイル様と会っていただきたいと半ば強引に連れてきた。マロンはそれに巻き込まれただけだ。モーブ、戻れ。マロン、でも何を迷っている。早く行け。事情は分かったわ。マロンのことは受け入れましょう。でもあなたはどうする気なの？言い訳次第では許してあげてもいいけれど、シクは家族なのだから。よまいごと。俺を処分する新さんのくせに。だがその前にベイル様を神竜殿に会わせてくれ。そんな都合のいい話を。構いませんよ。ちょうど私も会いたいと思っていましたから。ベイル、その姿は。久しぶりですね。貴様ら、ベイル様に何をした？言ったじゃない、ソンブル様に賜った魔法具で術をかけたのよ。ベイル、私が分かりますか？もちろんですよ、生き別れのお姉様。やっとお会いできて嬉しいです。何あれ、術をかけたらこうなるの？ベイル様、もう元に戻らないの？魔法具がある限り永遠にね。あの人格はもう死んだのよ。死んだ？あなたも嬉しいでしょ、欠陥品の相手をしなくてよくなったのだから。ねえ、セピアは千年前から生きてるのに元のベイル様のこと知らなかったの？え？僕は知らなかった。だからあんなひどいことしちゃった。ベイル様はずっと一人だったんだって。お父さんや兄弟に会うのを楽しみにしてたって。なのに何も報われずにもう二度と会えなくなるなんてあんまりだよ。いきなり何を言い出すの？あのね、セピア、僕褒めてくれるセピアが好きだった。家族って言ってくれた言葉が、この居場所が
シクが大好きだったよ。でもやっぱりこれ以上はついていけない。誰に褒められなくたって僕は僕の正しいと思ったことをする。マロン、魔法具を壊せばベイル様の洗脳は解ける。だったら僕が粉々に壊してやる。ダメよ、やめなさい。その程度の攻撃ではお父様の魔法具はびくともしませんよ。僕の全力で壊れないなんて。洗脳を解いてくれようとしたようですが、私にはこの通り何の影響もありません。だからやめなさいと言ったの。いけない。あなたが悪いのよ、私の言うことを聞かないから。マロン！僕じゃベイル様助けていられなかった。いつか元に戻ったらベイル様のこと頑張ったねって褒めてあげて。しっかりしろ、マロン！マロン！あら、死んじゃったの？悲しいわ。無駄死にってやつだな。貴様ら！マロン、あなたはベイルを元に戻したいとそう思ってくれたんですね。それなのにこんなことって。俺はもう貴様らの元になど戻らん。神竜殿、頼みます。どうか俺も共に戦わせてはくれませんか。同胞の仇を取るため、そしてベイル様をお救いするために。モーブ、はい、あなたが望むのなら。裏切ったのですね、モーブ。私は悲しいですよ。あなたもです、お姉様。せっかくの妹との再会をもっと喜んでくださいよ。あなたはベイルじゃない。前にもそう言ったはずです。あら、見た目が変わったのがいけなかったですか。ではこの子ももうお友達ではありませんね。マルス、仲間の紋章師も奪われて、あなたにも見限られて、この子は一人ぼっち。私と同じかわいそうな子。でも私がいてあげます。私だけがいればいい。もう一人の私はどうだったか知りませんが、私は生き残りの兄弟がいたら殺したかったんです。同じ血を継ぐ存在など不要なのですよ。私こそがお父様の唯一無二の巫女であればいい。そうやってあなたはずっと一人でいるのですか。ええ、そうです。私はただ一人、絆も何もいらないのですよ。
わざわざ指輪を運んできてくれたこと感謝します。これであなたはもう不要、さっさと死んでください。お姉さまベイル。ミカヤ様、行きます。シグルド氏、任せてくれ。セリカ、行きましょう。神竜殿、感謝します。この力、これより貴軍のために。行こう。了解。手を貸そう。はっはっ。やった。出会えてよかったよ。たがえないわ。エンブレムエンゲージ。見ていなさい。消えて。ご命令を。承知。行きます。
行きます。仰せのままに。ありがとうございます。選んで。感謝するわ。標的を。
平気です。神竜出して、おやすみなさい。感謝いたします。神様。参ります。助かりました。俺などにこのような踊れる。
戦果を上げられたか。あなた方の死を望まれていますの。悪く思わないでくださいよ。悲しいわ、モーブ。あなたと戦うことになるだなんて、私たちは家族だと思っていたの。家族だと？マロンを殺した貴様が何を言う。もっと早くに止めるべきだった。そうすればベイル様もマロンも。そう、お先に。死んでない。こちら
ますよ。はしゃくな。終わらせます。強い。さすが、ここまで来ただけのことあるということ。
ごめんね。ここだ。戦いは嫌だな。ごめんね。手強いですね。宿が欠けようが関係ねえ。俺は戦うだけだ。胸も痛まねえよ。神竜として好きにはさせません。裏切り者の毛布じゃねえか。すぐにマロンの元に送ってやるぞ。その名、軽々しく口にするな。貴様らのことは決して許さん。痛みも感じぬ間に葬ってやろう。慈悲ではなく最大の侮辱として。お先に。ふっ。優しいですね。
ませんよ。それ、はあ、気分が晴れた。見せなきゃ。仰せのままに。エンブレム、エンゲージ。
スは？やっく！一曲お相手願います。フレムエンゲージ。
ロマン的だね。あなたは誰を見ているんです？目の前の私？それとも前の私でしょうか？俺たちしない。標的を。あら、私の騎士様、もう守ってはくれないのですか？はい、宿で亡くなった俺にはもうあなたをお守りすることはできません。あなたは相変わらず。私を呼ばないのですね。モーガン、いつか話したあなたへの次のご褒美は苦しまずに殺してあげることでいかがでしょう？ベイル様は必ず取り戻す。どうか見守っていてくれ、マロン。正しいと信じている。
恨むといい。生きる、そのためなら。もう二度と元には戻らないはずよ。魔法具にひびが。なんだと。さっきのマロンの攻撃で。よくやったマロン。お前はとても勇敢だった。ここはどこ。リトスの神竜王城です。あなたはずっと操られていたんですよ。頭がすごく痛い。それにこの格好、あれ、私の手、指輪がはまってる。これはあなたが大切にしていたものね。デスタン大教会の近くで見たのを覚えてるわ。あなたに返すね。ありがとうございますベイル。そうはさせぬぞ。出来損ないの娘め。パパ、あと少しというところでほだされおって、さっさと指輪を奪い返せ。いやよ。そうか、残念だ。よもやここまで使えぬとはな。役に立たんのだ。お前も不要だ。ベイル！ひどいこと言いましたね。
こんなの謝らなくていい。死なないでよ。大丈夫、私は死にませんよ。まだやるべきことがありますから。それからあなたに話したいこともたくさん。ベイル、私は邪魔者はいなくなったな。神竜様は亡くなられた。そんな嘘だ。竜石が どうして。そやつは我が子の生き残り。お前がずっと探していた姉だ。千年前の戦の王で神竜にかくまわれたようだ。その生まれは覆せる。神竜として生きるなど愚かなこと。こうして死ぬことこそが定めだったのだ。こんな、でもこの石は、この石が割れるときは、あなたがだったなんて、やっと会えたのに、たくさんお話ししたかったのに、私なんか構わなくてもよかったのに。哀れな子ら、これで十二の指輪はすべて揃う。調子の指輪全て手に入れたぞ。千歳に一度の力、もらい受けるはこの私だ。なんということだ。グラドロンが復活してしまうだなんて。パパ、あなたは一体どこへ行くの。何もかも壊して、自分の子まで殺して、それで満足なの。これにて形勢は大逆転。もうおしまいですわね、皆さん。セピア、あなた。欠陥品のベイル様、せっかくかばわれて生き残ったのに、もうお別れだなんて残念ですわ。お別れ。
ベイル様？いやよ、もう違う私になんかなりたくない。魔法具はマロンが壊したはずだ。バカね、モーブ、ひびが入っただけよ。確かにそれで魔力の増幅は弱まったけれど、ソンブル様が完全に復活なされた今、そのお力はひびが入った程度で防げないわ。さあベイル様、今一度私たちと共に来てくださいな。そんな凄まじい力を感じます。ついにやり遂げられたのですね、お父様。神竜はこの手で殺したかったのですが、仕方がありませんね。ああベイル様、今のあなた様でしたらソンブル様も受け入れてくださいますわ。戻られて何よりだ。出なきゃ俺たちが刺激するとこだったぞ。セピア、グリ、あなた方はお父様のもとに。私は後から追いかけます。はっ。やっぱりベイル様はこうでなくちゃな。さて、放っておいても死ぬとは思いますが、念のためにゴミどもの後始末を。この子たちにも手伝ってもらいましょう。異形兵、この数は厄介だな。こいつらと指輪なしで戦えっていうの？指輪？まだそんなことを言っているのですか？神竜は死んだのですよ。紋章師を権限できる術はもうありません。まずいわ、こんなの賞賛が見つからない。さあ、誰から死にたいですか？心配しなくてもみんな送ってあげますよ。あなたたちの大好きだった神竜のもとに。この場所でみんな死ぬのか？どうしたらいい？